この参議院の辰巳幸太郎でございます。皆さん、安倍政権はすでに国民の声を聞く耳を持たなくなっております。中央公聴会、地方公聴会、普通ならば公述人の方々の意見を反映した質疑審議が行われなければなりませんが、皆さん、この間委員会として立てられてきた総括質疑なるものは結局行われずに、行われたのはあの強行可決だったではありませんか。しかも皆さん、議事録を見てみますとこう書いてあるんですよ。議場騒然、聴取費の負の、これしか書いておりません。何が採決され、可決をされたのか全くわからないままなんです。皆さん、これはもうこの判決は無効だと。皆さん、彼らは聞く耳も持たなければ、もはや国会に対しても国民に対しても語る言葉を持たなくなったからこそ、こういった強行採決に踏み切ったのではないでしょうか。皆さん、本日1時半から私は防衛大臣の問責決議に賛成する討論に立たせていただきました。皆さん、私の討論の直前にこれに反対する自民党議員からの討論があったわけでございますけれども、とんでもない発言が出されました。それはこの間参議院で私たちが防衛省自衛隊の内部資料を持って追及をしたことに対して、これを漏らした人物をちゃんと調査せよと同時に、これを取り上げた私たち日本共産党や小池晃、二木総平議員、これが違法に入手したものではないのか、これを調査せよとこう言ってきたわけでございます。皆さん、念のために言っておきますけれども、私たちが取り上げたこの防衛省内部の資料は特定機密の指定を受けているわけではございません。国会議員でも国民の皆さんが資料を要求をすれば、出さなければいけない資料なんですよ。皆さん、自民党は理解をしていないんです。なぜ自民党、自衛隊から、防衛省からこのような内部資料が出てくるのか。皆さん、これはいくら国会で質問をしても自衛隊のリスクは高まらないと嘘吹き、今回の法案の提出理由もホルムズ海峡とか米韓防護とかありもしない事態を示して、自衛隊員のまさに命を危険にさらすアメリカの戦争の肩代わりをする、皆さん、そういう法律だという、法案だという本質を見抜いて、まさに身の危険を呈してでも、こういう内部資料を野党である私たちに届けてくれている、まさに皆さん、憲法違反の法案だからこそ自衛官の皆さんが内部資料を持ってきてくれているんですよ。皆さん、こういうことを理解したいのが今の自民党なんです。皆さん、彼らは今一番恐れているのは皆さんの声であります。まさに若者たちが、それだけではない、多くの国民たちが、国民がここの言葉で、自分の言葉で戦争反対、こう声を上げている、民主主義が根付いている、今は彼らはそのことに対して一番の恐怖を持っております。憲法違反の